皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日もオクトパストラベラーやっていきたいと思います。前回この一番後ろに見えるねオフィリアが仲間になりまして、彼女の第一章を進める運びとなりました。まあ、彼女のね、親友のリアムって子が、なんかね、各地の教会をね、回る儀式をせなあかんかったんですけど、彼女の お父様、大司教様が倒れたことによって、そのね、友達であるオフィリアが、リアムの代わりに、その、まあ、聖火回りできひんかなっていうところで、勝手にね、儀式を進めようというところで前回は終わっておりました。なんでね、この3人でその、最初の種火、儀式の一番最初にすべき種火をね、取りに、原初の洞窟というところに向かうことになりました。それではね、早速行きたいんですが、まずは装備をね、ちょっと整えていきましょう。この新刊さんは何を使うんでしょうかね。とりあえず武器屋さんに行ってみましょうか。これね、こんにちは。はいと。で、買うで、あ、ロット。これがあのね、魔法使いってことかな。とりあえず、このクォーツロットっていうのを使ってみようか。これを買って、オフィリアにつけて、あとはまあ防御力とかやからね。オフィリアにこれつけておきましょう。あと、この辺のローブとかはどうだろうな。あ、でもみんなこれで上がるのか。とりあえずオフィリアやな。あ、しまった。お金なくなってもらった。まあいいでしょう。とりあえず、じゃあこの装備でいきたいなと思います。じゃあね、画面右下、東出口やったかな。こっから出ていきましょう。よろしくお願いします。はい、原初の洞窟への道。敵はどんなもんかね。行く方向は北やが、とりあえず道なりに行っていけばいいのかな。うんうん、道なりに行けば良さそうですね。最初の敵。でもこの敵は、ね、ちょっと前のところでも戦ってたんで、特に問題はないと思いますけどね。さて、頑張ります。次、オフィリアですね。なるほど。火星っていうのがあるのか。ああ、はあはあはあ。戦うは多分そんなに威力強くないよね、この子。なんかこの新刊の技。これちょっと使ってみましょうか。聖なる光。あ、強いね。戦うやってみましょうか。杖でどついてもそんな、あ、でもブレイクは取れると。攻撃力は高くないね、その代わり。はい、特に問題なかったね。あおお、フィーリアがどんどんレベル上がっていく。あ、そういやさ、JP っていうこのアビリティ、これあったよね。あ、すごい。もう200も溜まってんで。ちょっと新しいの覚えてみましょうか。マジックスティールタガー。まあまあ、とりあえず、でも特防ダウンの効果。攻撃の方がいいんやけどね。このマジックスティールタガーっていうのも使ってみましょうか。じゃあ習得。新たなサポートアビリティを習得しました。お、なんだこれは。サポートアビリティの習得。アビリティメニューからサポートアビリティを装備できるようになりました。うんうん。装備すると。これね、サポートアビリティ装備。装備するだけで効果を発揮する。お、すごいね、これは。お得なアビリティ。うんうんうん。これはどっかで売ってんのかな？あー、ついでに戦う。装備者がダメージの発生しない技を使用時、50% の確率で攻撃も行う。あ、そうなんや。これいいね。でも今攻撃のやつしか覚えてへんから。あ、盗むで使えるわ。なるほどね。で、他はまだ開眼してないと。じゃあ普通にアビリティ習得していきましょう。お、何か見えてきましたね。これは道具屋さん？ちょっと寄ってみましょうか。
これが。ここが原初の洞窟。この奥にエルフリック神がもたらした原初の炎がある。行きましょう。はい、門番みたいなのがおるけど大丈夫かな。話。どうも。おうおうおお。オフィーリア様ならご存知かと思いますが、この先は危険です。ええ、十分に準備を整えてから入るようお願いします。入ってもいいんや。この下らは、あ、導く、導きできんや。オッケーオッケー、連れて行こう。こっちも導ける。お、いいね。あ、なるほど、一人しか導けないわけね。じゃあ行きましょう。導くで確か攻撃もできたしね。さて、洞窟内はちょっと敵のレベルが上がったりするのかな。行く方向は北となってますね。まあそんな、でもあれか、道に迷うこともないもんね。お、狼。じゃあ早速あの導いた人使ってみましょうか。どういう風に出てくるんだろう。まあとりあえず攻撃はしといて、行きましょう。これこれ、火星聖火騎士。私の出番。ああ、なるほどね。特に、攻撃をずっとしてくれるわけでもないわけね。この洞窟にいるのは魔物とはちょっと違うみたい。え、魔物おったけど。原初の炎を守っている。あ、そういうことね。それに視線を感じる。ずっと行動を見られているような。何かが後をつけてるか、何かが見てるんでしょうかね、こちらのこと。お、今度はまた、あ、今度道具屋さんってことはあれやね、ボス戦ですね。なんか買うもんあったっけ。あ、そうか、とりあえず全開にしといた方がいいかな。こんなもんかな。うん、まあ特に何もやることなかったね。じゃあこのままアウトと。はい、気を取り直していきましょう。何が待ってるんでしょうかね。何時は原初の炎より最下を望むものか。おっと、誰が喋りかけてるんでしょうか。この声は、我は原初の炎を守護せし者、運び手とならんとする者よ。その資格ここに示せ。さあバトルですね。おーおーおお、こんな異形のものが守りをしていたとは。とりあえず弱点を探していかなきゃね。聖なる炎をかけてみましょうか。炎ちゃうわ、光か。あ、これ弱点じゃないんや。マジか。あとは何でいけそうかな。とりあえずタガーで攻撃してみるか。あ、一個弱点発見ですね。斧とか効きそうやけど、そうでもないかな。あ、そうでもなかった。結構難しいぞこれ。送り火。まあダメージはそんなにひどいってわけでもないか。とりあえず3回これ入れといて。負けません。で、でもこっち光属性しかないもんね。杖でどついとく？あ、これはウィークなの。OK。じゃあ弓をやってみよっか。弓であってほしいな。あ、違った。負けません。じゃあとりあえずこれでどついて、ブレイク取っといて、で、こっからは、攻撃をしていかないからね。盗賊の技。マジックスティール。鬼火。鬼火やってみようか。雪のステージやしね。あ、ウィークじゃない。あー。今度こっちは雷やってみようか。雷鳥。あ、これも違う。じゃあ正直、このタガーと杖しか意味がないわけね。まあ意味がないけど、食らえへん感じか。オッケーオッケー。
まだピヨってるね。そしたらタガーで攻撃しておきましょう。ダガーか。かかってこい。弓入れたよね。じゃあ会心の矢200、いいですね。6ターンは結構きつい。おおほ、結構食らうね。聖火の炎が集まる。ちょっと待って、これパリにできひん。どうしよう。とりあえず HP 回復のブドウを食わしといて、臨戦退治にしとかないとね、アイテムで。誰にしよう。この子ね。ハン、これで耐えれるはず、そう信じてる。とりあえずタガーで、ダガーで攻撃してて、行くぞ。タルかな。負けません。あ、タルやん。オッケー。これでどついたよ。オッケーで、これで、そのため攻撃でもね大丈夫。じゃあ今のうちにどうしようかな。会心の矢を打ちましょうか。狙い撃つ。それでは、でこっちは神官の技で聖なる炎光やそんな強くないね、やっぱレベルが低いからかな。マジックスティール。でも火も効かへんかったもんね。ライフ取っとく。とりあえず93、いいですね。私の出番だ。で、次はこれでやりたかったんは会心の矢。これマックスでいきましょう。いってこい。狙い撃つ。813。あ、これでもまだ足りひん。オフィリアの体力が結構厳しいね。こいつはね攻撃しときたいからこれでよくて、どう動く？で次、彼女で回復しとこうか。使え。まあ、多分あと一発は耐えれると思うけどね。でこいつ2回どついて OK。 あーでも1回しか攻撃できんか。あ、違うわ。こういう時の盗賊の技やね。マジックスティールにしましょう。あ、ちょっと待って、2回攻撃与えね。 OK。 マジックスティール。これでウィーク弱点をねシールド剥げましたね。私の出番だな。はい、じゃ あここで魔物って全然使ってへんな。リンで使おうか。200、そうでもなかったな。それでは、じゃあ神官の技で聖なる炎光やって。お、結構だから体力多めに設定されてんのかな。このピヨってるターンも長いもんね。これ頑張ります。火星、この人ちょっとじゃあお願いしようか。79、私の出番だな。じゃあ狩人の、あ、返しも疲れへんやん。やっべ、そうでっか。じゃあ雷鳥にマックス使おうか。どもなるイカズチよ。OK ね。私の出番だな。じゃあこれどうしようかな。まだ体力あるよね。 SP 回復しとこう。よし、これで OK ね。行くぞ。で、彼には2回攻撃できひんから技でマジックでこれでいきましょう。負けません。で、オフィリアはこれで3回ドットリコイでもらって OK。 私の出番だな。で、範囲とは会心の矢ブーストいきましょう。すごい体力が多い。いくぞ。でテリオンも、あ、これ超長い剣でもいけんねん。じゃあこれで、攻撃しましょう。あ、でも68か。頑張ります。で最後聖なる炎いきましょうね。光、あ、引き下がった。あー、なるほどね。ある程度時間が経ったら逃げていくんかな。何これ、
試練開始。狙い撃つ。何これ、何これ、なんじゃこりゃ。とりあえず土砂降りやで全員攻撃してみようか。 OK 気持ちいい。とりあえず手前のやつらは全員ピオラしたけど、行きましょう。奥の人らはどうなんでしょう。まあ、とりあえず全員対攻撃で攻撃しときましょうか。おっとっと、そろそろちょっと体力がやばくなってきたね。盗賊の技、とりあえずライフスティールタワーで、彼にはずっと奥の人をね、ボスを狙っといてもらいましょう。手前の炎はどうしようかな。とりあえずこのオフィリアで牽制しとったらなんとかなるかな。輝きたまえ。お、やった、一気に倒しましたね。ありがとうございます。少しは成長できたでしょうか。おお、みんなレベル上がったか。これが、これがエルフリック神がもたらした星の炎。なんて美しいんでしょう。本当に夜空に輝く星のよう。オフィリアよ、汝を聖火の運び人として認めよう。祭壇の祭火塔を手にせよ。祭火塔、これですね。これが式年奉還のための神器、聖火塔、祭火塔、失礼しました。リアナ、勝手な真似をしてごめんなさい。あとは大司教様に。リアナ、大司教様のご容態は？オフィリア、今は寝てるわ。だいぶ落ち着いたみたい。それよりもオフィリア、どこに行っていたの？実は話したいことが、リアナ、オフィリア。父様、大司教様。すまない。二人とも心配をかけてしまったようだね。そんな顔するな、リアナ。私は大丈夫。父様。うむ、大丈夫だ。それよりリアナ、式年奉火の準備は？あんなに思い詰めた顔をして。リアナ、あの、大司教様、お話があります。なんだね。なんだね、オフィリア。お願いです。出た、式年奉火の儀式、私にやらせていただけませんか。オフィリア、それはオフィリア、洞窟に行ったの？オフィリア。はい。まずそこやね。許可なく原初の洞窟に入ることが禁じられているのは知っているな。はい。オフィリア。どうして？リアナ。オフィリアと二人で話をさせてくれないか。でも安心なさい、
オフィリアを咎めるわけではない。わかりました、お願いね。大きな怪我はしていないようだね。はい。ろくな準備もせずに洞窟に行ったのだろう。まったく無茶をしおって。申し訳ございません。オフィリア、お前は本当に優しい子だね。大司教様、原初の洞窟に行ったのは私とリアナのためだろう。お前が儀式を行うようになったことは私から教皇陛下にお伝えしておこう。その心構えと手順はリアナに聞くように。時間は少ないが、お前なら大丈夫だろう。大司教様、お前の優しさは聖火のようだ。そして本当に温かい。大司教様、私は私は君を引き取るときにある夢を見たのだ。夢ですか？ああ、君が聖火を携えてやってくる夢だ。今思えばあれは予言だったのだな。ディアナは本当によくできた娘だ。大司教の娘として期待に応え続けてきた。だがその期待に応えようと無理をしてしまうところがよくある。リアナには言っていないが、私はおそらくもう長くはない。大司教様。いや、自分の体のことだ。誰よりもよくわかっている。大司教様、これからもリアナと二人仲良くな。お前たちはどちらも私の自慢の娘だ。大司教様、いいえ、父様、ありがとう、オフィリア。それじゃあリアナ、行ってきます。オフィリアも気をつけて。今日は父様の具合も良かったみたい。自分もオフィリアを見送るんだってずっと聞かないんですもの。だいぶ元気になられましたね。私、オフィリアに謝らなければいけない。リアナ、オフィリアが儀式に行くと言ったとき一瞬ほっとしてしまった。これで父様のそばにいられる。私のために危険を犯した。オフィリア、ごめんなさい。気にしないで。私こそ勝手をしてごめんなさい。今ならオフィリアの優しさがよくわかる。他の誰でもなく、あなたが変わってくれた。こんなに嬉しいことはないわ。ありがとう、リアナ。
セントブリッジ、ゴールドショア、そして最後にここフレイムグレイス、それぞれの町の聖火に注ぎ火を行うのが式年奉火の儀式ですね。長い旅になるかもしれないけど、何かあればすぐに助けに戻りますから。ありがとう。オフィリアも気をつけて。まずはリバーランド地方にあるセントブリッジの町ですね。では行ってきます。聖火のお導きがありますように。聖火のお導きがありますように。かくして新刊オフィリアは旅立った。20年に一度の式年奉火の儀式、必ず成し遂げる。愛する家族のために。彼女にどんな運命が待ち受けているのか、今は誰も知らない。はい、ということで、これでオフィリアが仲間になったのかな。すごいね。あ、違うわ、一番後ろの人はあれ、導いた人か。なるほどね。まあこれで、3人チームになることができました。で、次なる目的地はどうなるのかな。まあオフィリアの第2章はここか、セントブリッジ。なるほどね。はいはい。オフィリアは行く場所ね、なんか3カ所出てきましたもんね。だから、こういう感じで、オフィリアの2章も、あ、でも結構遠いね。まあでも、まだまだね、この、推奨レベル22レベルっていうね、ラインに全然達してないから、まだやっぱ、あの、仲間連れ目はしていかなあかん感じやね。なんで、次はとりあえずね、この、アトラスダム。にいるサイラスを仲間にしに行きましょう。多分どうでしょう、全員の一生が終わるぐらいに22、3レベルになってるんかな。そしたらね、まあある程度ぐるっと回って22レベル到着しそうやったらね、その時にこっちにワープしてもいいかなと思っております。それではね、本パートはこの辺で終了とさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。バイバイ、またねー。